行商ミニカークジ。ついに行商ミニカークジが発売されました。ダメ元で日付の変わる頃にサンクスへ行ってみたら入荷しておりました。箱買いするとこんな感じに入っているのか。箱買いすると48,000円。さすがの私も今回はやめました。しかしなぜか箱が部屋に、と言っても単に大量に買ったので箱をもらってそれに入れて帰ってきました。開けてみましょうか。なんかすごいのあるぞ。そうなんです、一発目に兵将が出てしまったのです。全く想定外の出来事に計算が狂いました。ある程度ダブったらやめるつもりだったのですが、目玉の栄翔が出たんじゃ少しぐらいのダブりじゃ帰れない。というわけで引いて引いて25回、合計金額2万円。 C 賞から J 賞までは揃ったのですが、結局 B 賞は出ませんでした。2万円やれば A 賞出ても不思議じゃない。わらわら。そして B 賞なぜ出ない。箱から出すとこんな感じ。C 賞が4倍、 D 賞が2倍、 B 賞が4倍、 F 賞が4倍、G 賞が2倍、 H 賞が4倍、 I 賞が1倍。ギリギリです。J 賞が3倍、そして A 賞です。トミカのベネーノロードスターは外れたけど、表彰のベネーノは当たったぞ。あとはラストトレジャー賞狙いの時に B 賞が出ればいいなという感じです。あの店はライバルがいるのでおそらく一気に買われてしまうと思うけど、おいおい撮影していきます。行商ミニカークジ速報でした。